はい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 、ハイドロポンプ。それではやっていきマルフォイ。クリア率は約 15% なんだぜ。スピードスタースターといえばこの霊夢ちゃん、ありがとう。うおー、スーパーサイヤ人人人人人人人の霊夢ちゃん誕生じゃーい。いけいけー。言葉ではすごい勢いで言ってるように見えたが、実際はグダっていたという現実。私グダってないもん。コースが私のスピードに追いつけてないだけだもん。ザ、言い訳をありがとう。いえいえ、力になれてよかったです。全然力になってねえ。さて、このコースはタイトル通り、ずっとスターで突き進んでいくステージみたいだな。え、それなら無敵じゃん。簡単なコースみたいだね。いやいや、奈落に落ちたり、スターが切れることあるだろ。そう考えると慎重かつ急いでいかないといけないコースみたいだな。ねえマリサ、なんかここすごい迷路みたいになってるんだけど、ナビゲーションよろよろー。なぜお前はそんな任せっきりなんだ。それを言うならマリサだって、いつもマリオメーカー私に任せきってるじゃん。あれは私がやると動画の面白みがなくなるから、やらないって会議で決まったじゃねえか。お前がやった方が動画的に面白いんだ。我慢しろ。なるほど、納得納得。まさかの納得。なんかテレサがいないナイバーしてる。かわいい。でもごめんね、君たちをボコボコにして存在自体を消しちゃいたいと思います。かわいいとか言ったに両方ぐらいにこの発言、さすがサイコパス。いやいや、真のサイコパスは呪うことなくカイムとマリコです。まあ確かに、特にカイムだな。あいつはマジでやべえ。さあさあ、そろそろゴール来てもいいんですよ。雰囲気的にそろそろな気がするが、って何やってんだよ。さっさと助走つけて進め。まあまあ、この霊夢ちゃんはスターです。たとえアイテムのスターの効果が切れたとしても、スターの輝きは失わないので問題ありません。おそらく切れた途端にギャーっていうことになると思うんだぜ。なりませんなりません。おそらくギャーすごいやろうって言ってます。霊夢ちゃん、見てちょうだい。こっちが切れるよ。そうですか、どうでもいいです。さようなら。かなく。よーし、無事ゴール。今回のステージは常にスターを取らないといけないってことで、かなり緊張感があるコースだったな。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。騒がしいな。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。はい、それではやっていき。曲げハゲちょん曲げ。ギリギリ合格。ふぅ、てかなんで私がこんな気を使わないといけないんだろ。あれ？なんか作りが一の一っぽいね。最近一の一に一手間加えるってこと増えてきたよね。確かに、でもその方が面白いよね。君の頭も一手間。いや、100手間かける気ない。私どんだけつまんないって思われてるのよ。つまらなすぎて、世界中がワカメだらけになるぐらいつまらない。びっくりするぐらいわかりにくい例えをありがとう。いえいえ。いや、かわいこちゃんたち、一つ聞きたいことがあるんだけど、いいかな？お断りします。そう言わないで聞いてください。おっぽん。あなたたちは昨日星野源さんの声を歌った動画出しましたよね。うん、それでかなり好評だったと。みたいだね。私が言いたいことまだわかりませんか？いや、わかってるけど、別に言っても私に何のメリットもないし。おっと、これはとんだじゃじゃ馬ちゃんだ。それで本題だけど、なんで私も歌わせてくれなかった？生理的に無理。ちくしょうめー。あとそうやってすぐちくしょうめーに頼ろうとするところ、そういうところを直していかないと視聴者さんに飽きられるよ。わかってるの？遊びじゃないんだよ。バカなの？首むしり取られたいの？もう何も文句言わないのでもうやめてー。まったく、バカのせいで実況の時間を無駄にしちゃったよ。あ、でもゴールできたね。よかったよかった。あ、ねえ、臭いまんじゅう。あのハテナブロック気になるから、収録外で見てきてね。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。それではやっていきましょう。のすけが来るでござる。しょうのすけって何なんだよ。そしてクリア率は約 20% なんだぜ。赤い雨、楽しみです。さてと、じゃあ行きましょうか。あ、赤い雨ってのこの子ですか。てっきり私が今までズタズタにしてきた者たちの血が流れてくると期待したんですが、期待外れです。お前の頭の中はマジでどうなってんだ。夢と希望と安らぎとメルヘンでできております。それを言うなら、夢と希望と安らぎとメルヘン以外でできてるの間違いだろ。あん、いや、私が悪かった。すまない。これで無事ゴールですね。よかったよかった。今回は結構優しくおとなしめだと思ったんだが、やはりこいつは危ない。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございます。ありがとうございます。そして今回はこれで終わります。ここまでのご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。また見てねー。ここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたらこちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。